ベントは鶴田天竜の若手ハンサムコンビが久しぶりにチームを組みました。相手はロビンソン・アーウィン組との一戦を迎えております。テーマミュージックに乗りまして外人チームが入場してまいります。先週お送りいたしましたように鶴田との UN 選手権もまたまた時間切れ引き分けでダッシュできませんでしたビル・ロビンソンが先頭。今夜のパートナーはビル・アーウィンであります。大型の若手の選手を引き連れまして今リング上に登場してまいりましたビル・ロビンソン、ビル・アーウィン組であります。そして反対側のコーナーからは今度は日本チームの入場であります。ジャンボ鶴田天竜組、若手ハンサムコンビと言われております。ジャンボ鶴田天竜組の入場を待とうとしております。この試合は60分の3本勝負のタッグマッチであります。本当にたくさんお客様が入りました清水市鈴代記念体育館、ジャンボ鶴田天竜組の入場を待っているところであります。さあテーマミュージックが鳴り響いております。清水市鈴代記念体育館、80年代は大いに暴れてもらいたい非常にフレッシュなチームであります。うまくこの両チーム両選手歯車が合いますと、かつて AWA 圏のミネアポリスで見せたような素晴らしいタッグワークを発揮いたします。ジャンボ鶴田天竜組堂々の入場。ちびっ子ファンにもみくちゃにされながらジャンボ鶴田が今悠々と入場してまいりました。先に登場は天竜であります。日本チームが今入場。試合に先立ちましてまず花束の贈呈、日本テレビからの花束がジョー・樋口レフリーに、そして今ビル・ロビンソンにビル・アーウィンに、そしてジャンボ鶴田天竜に今渡されたところであります。これより両チームが紹介されます。外人チーム南部の若獅子と言われておりますビル・アーウィン、おなじみ人間風車の元祖ビル・ロビンソン、であります。やったろ。プロレス入りを果たしまして今年で4年目を迎えました。まあ武井さんね、この4年間の実績でプロレスの全てを、まあ、肌で知ったこの天竜源一郎ですけれども、しかしまたその反面プロレスの難しさも改めて、昨今語って改めて見直しているようですね。難しさをね、まあ、このあたりがですね天竜選手にとって一番難しいとこかもしれませんね、はい、あそうですね。しかしまあいわゆるこの天性の格闘技の才能というんでしょうか、そういったものも持ち合わせておりますので、まあ、ジャイアント馬場選手が言うには非常に成長度の著しい選手はこの天竜だというふうに語ってますがね。そうですね、まあ、1年前2年前から比べるとですね本当に見違えるようにはなってますね。はい、ビル・アーウィンの動きもいいようです。グリーンのトランクスをつけましたそのビル・アーウィンです。天竜自身の話によりますと今年もまた今年はですね年頭の目標にじっくり日本に腰を落ち着けて、まあ、戦ってみたいということを語ってたんですけれども、どうやらまたジャイアント馬場選手の指名によってアメリカ行きがほぼ決定したようですね。そうですね、このシリーズが終わった後にですね、はい、どうやらアメリカのフロリダ地区あたりに行くような感じですね。なるほどね、フロリダには高千穂選手がいますからね、はい、一つフロリダタッグあたりを獲得してもらいたいですね。まあ、去年天竜フロリダで長くやってましたしね、非常に地元のファンに人気があるわけですよね。はい、そうですね。これで、決定すれば3回目のアメリカ行きということになります。天竜源一郎空を切りました。さあ暴れまくるぞ、ゴーゴー天竜、あうまい、フライングエルボーバット、この技はいい角度で当たりました。ビル・アーウィンの顎を砕きます天竜源一郎、そしてフライングメアでリングの中央いいポジションを取りました天竜。一つこの今見せましたような外獣内豪型のこの天竜の今年に大いに期待してもらいたいんですけれども、昨年の12月は本当にしょげてまして、あの79年の世界最強タッグ決定リーグ戦にまあ参加できなかった、もう非常に悔しがってましたね。まあ、これはですね、はい、プロレスラーとしては当然のことだと思いますね。そうですね、それだけにやっぱり今年にですねファンの期待も集まってるわけですよね、うん、はい、まあ、アメリカ行きが決定いたしますとほぼ半年は帰れないと思いますけれども、一つ今年タッグの祭典にはぜひ
天竜出てもらいたいですね。これはもう全国のファンがそれを期待していると思いますね。そうですね。再びこのシリーズが終わりますとアメリカの遠征に出かけます。天竜源一郎です。今度はいわゆるディック・スレーターですとかリッキン・スティーボンド、スティーブ・ボード、こういったこの若手の選手あたりとバリバリ試合をしていきたいとこのように語っておりました天竜源一郎です。さあビル・アウィンとの一騎打ちになりました。グランドでの展開になります。60分の3本勝負。このビル・アーウィン選手も来日の中であまり目立つ方の選手ではないんですけれども、いわゆるまあフロリダですとかカンサスですとか NWA の主要テリトリーで大いに頑張っているだけに先行きは注目されてるんですか。そうですね。これはやっぱり2年3年経ちますとですね、相当トップクラスに乗し上がってくることだけは確かですね。そうですか。思い切ってドロップキックを打ったところでここでジャンボ鶴田に渡します。つなぎも非常に良くなりました天竜です。いいところでジャンボ鶴田に渡しました。ドロップキックの先で素晴らしい高角度、素晴らしいドロップキック、わーっとビル・アーウィンも返します。さすがジャンボのこのドロップキックというのは素晴らしいですね。なんかビル・アーウィンの頭の上から振ってくるような感じだったもんね。本当ですね。天下一品です。さあロープのリバウンドを利用いたしました。おっと今度はビル・アーウィンの攻撃、ビル・アーウィンの攻撃、喉に拳を突き上げます。さあ今度は逆エビの体勢に持っていこうとするジャンボ鶴田であります。 UN 選手権12回防衛のジャンボ鶴田、まあ、先週の放送のユナイテッドナショナルヘビー級の選手権ですけれども、今はまあ今後ですね特にやってみたい相手は、ディック・スレーターですとかそれからスティンボードですね、はい、そしてブロディともこの UN 選手権で当たってみたいということを言っておりましたけども、このブロディ対ジャンボ鶴田の一騎打ちが、どうやら再来週実現しそうですね。これはですね、見事ですね。やっぱりそのファンの待ちに待ってる数じゃないですかね。本当ですね。このチャレンジャー候補に挙げているスティンボードという選手はどういう選手なんですか。これはですね、体型的にはですね今ちょうどコーナーにいる天竜、はい、これと大体上背は似てますね。ただもっと筋肉質でですね、非常に動きが速くてですねブッチャー式の空手殺法ですか、うん、これなんかをマスターしてるんですね。あなるほどね。非常にそのキビキビしたその小気味のいい選手ですね。はい、そうですか。それからまあ今日もセミファイナルで大暴れいたしましたブルーザーブロディなんですけれども、このブルーザーブロディは来週ジャイアント馬場選手の PWF のヘビー級の王座に挑戦いたしますが、成功失敗に関わらずユナイテッドナショナルヘビー級のベルトにも当然焦点を今後合わせてくるかもしれませんね。これはもうロビンソンの例を見るまでもなくですね、この2つのベルトを狙っていくことだけも必死ですね。そうですね。今度はジャンボ鶴田から天竜源一郎に渡されました。天竜も大いに今年いい成長が望まれます。天竜源一郎紫色のトランクスをつけました。非常にまあ格闘技のいいセンスを持っているんですがね、竹内さんこの天竜に今一つ望むことは何です。やはりですね、もっと試合に欲を出してほしいですね。試合に欲を、はい、これはもう勝ち負けでなくですね、どんな相手に対してもですね自分をとにかく徹底的にその見せるんだってことをですねもっと徹してほしいと思いますね。いわゆるこの大技の種類なんかはかなり覚えてきましたよね。そうなんですね、ただそれがですね本当に勝負のポイント的に何か出てこないんですよね、はい。まあ、先ほどもちらっと見せましたローリングクレードルホールド、これはまあテリーファンクのお得意の技なんですけれども、こういった技もいつの間にか盗んで自分のものにしています天竜源一郎です。やはりこの格闘技の世界というのは欲が大事ですかね。もうやっぱりハングリーガッツですよね。そうですね。4年目ですからそろそろタイトルも欲しいところでしょう天竜です。そういえば今年非常に幸先のいいスタートを切りまして100万円争奪のヘビー級のバトルロイヤルで堂々優勝を果たしましたね。これは見事でしたね、見事な優勝でしたね天竜です。いい年になりそうですか。80年天竜源一郎、さあ大物ビル・ロビンソンとの一騎打ちまたしても迎えます。あエルボースワッシュを打ちました。非常に切れ味の鋭いビル・アーウィン、いやこのビル・ロビンソンのエルボースマッシュ、欲と粘りというような天竜への激励の話が出ました。おっと突っ張りに行った。さあ行きました天竜チョップ、天竜チョップ、おビル・ロビンソンも応戦、ビル・ロビンソンも応戦、そのまま場外に倒れ込む。いい天竜チョップでした。しかしビル・ロビンソンもやりますね。しかし天竜のですねこういうがむしゃらな面がいいんですよね、はい、もう本当に両方の手を合わせていくときにはもう表情が変わってます。がむしゃらに突っ込みました天竜チョップ。
さすがにこの相撲時代使っただけに押しは強いですね。これは強いですね。もう相手がもうロビンソンでも遠慮することはないですよね、はい、このガッツは見上げたもんです。天竜です。さらにまた3回目のアメリカ遠征でこういったようなガッツをますます、養ってきてもらいたいというような気がいたします。天竜、相手はビル・ロビンソンだ。大物との一騎打ち、ショルダータックル、倒れない。非常に安定感があります。さあもう一回突っ込んだ、肩から突っ込みました。もう一回行く、あっと力が入ります。おっと、この辺りのかわし方、ビル・ロビンソン思い切って突っ込みました。天竜源一郎とうとう場外に頭から落っこちてしまいました。あのいわゆる突っ込みも力士時代に非常に勉強しているだけありまして、勢いがありますがね。今の場合でもですね、あのロビンソンの突っかけに対してその引っ込み、あの絶対引かないでですね、がむしゃらに自爆しても突っ込んでいくことがやっぱり大事ですよね。そうなんですね。一つ一つ成長しております。天竜源一郎です。エプロンによりますジャンボ鶴田が一声かけました。さあ腕を丸めてまいります、固めてまいります。ビル・ロビンソンです。こういう固め技もありますね。うまいですね。難しい腕取りですね。腕取り非常に複雑でしたね。肩を完全に鍵型に決めまして今1回転いたしました。今度は手首への攻撃を見せます。ビル・ロビンソン、大技小技何を取っても一段違います。キラッと光るものがあります、このビル・ロビンソンです。まあヨーロッパにいた時代にはまあ全てのタイトルをもぎ取ったビル・ロビンソンですが、アメリカのサーキットに参りまして NWA それから AWA と渡り歩いているわけですけども、なかなかタイトルに恵まれない。そういった意味でこのビル・ロビンソンには悲劇のヒーローというような、あまりありがたくない名前も頂戴しているようですね。まあ昔からその強すぎるがゆえにですね、タイトルに縁のないレスラーってのは多くいたんですけども、ロビンソンもそういうケースの一人かもしれませんね。なるほどね。それだけに日本にやってくるときには本当に日本にあります三大タイトルに焦点を合わせてまいります。元 UN 元 PWF のヘビー級選手権保持者ビル・ロビンソンです。腕を固めてまいりまして、おっと首の根っこに両方の片方の手を合わせまして一回転させました。ああいう小技は本当にもうことごとく決まりますね、竹内さんね。腕を1本決めたままですね、あんだけ変化を飛んだ技に持ち込むわけですからね、はい、ロビンソンのうまさですね。うまさですね。そして今度はビル・アーウィンにタッチです。若手にこの天竜を預けました。さあ天竜がここで立ち直らなくてはなりません。しばらく休んでおりますエプロンのジャンボ鶴田、不在の手を差し伸べています。さあ苦境に追い込まれてからどういう脱出の仕方をいたしますか。天竜源一郎、大きく成長するためにはいわゆるこの押せ押せっていうんでしょうか、押し込まれた時にどういうふうにかわすかですよね。まあ、これが一番難しいんですけどね、今のところ一方的に押されています。天竜源一郎、どういうチャンスから自分のペースに持ち込むことができるでありましょうか。ビル・アーウィンもなかなかいい攻撃だ。おっとバックドロップ、これは決まった。いいところでジャンボ鶴田に渡します。見事なバックドロップ、スピードがありましたね。なかなか綺麗ですね。綺麗がいいですね。見事なバックドロップを見せました。そしてジャンボ鶴田とビル・ロビンソン、いやビル・アーウィン、あっとジャンピング2位パット、顎の先端に確実に当たりました。ジャンボ鶴田です。そして抱え投げボディスラム、叩きつけます。鶴田です。腰のバネを利用いたしました。抱え投げ見事に決まっています。ちょっとビル・アーウィンが疲れましたね。外大技を出されています。そしておっとサイドスープリックス、頭から落ちました。これは決まったでしょう。カウントが入ります。あっと返す。ビル・アーウィンも頑張ります。パートナーはビル・ロビンソン。さあ大技を連発しておりますので、もうかなりダメージを受けておりますビル・アーウィンです。ここで天竜に1本目渡しますが、またいった。天竜チャップ、天竜チャップ、激しい押しを見せました。そして今度はおっとエビが食べ、エビが食べ、そのままカウントはカウント2です。カウント押し、カウント2。さあそしてもう1回、今度はおっと今度の反対にビル・アーウィンがエビ型に持っていきますが、さらに返す、さらに返す、そのままエビに決めた。カウント3が入ります。自らブリッジして決めました。天竜源一郎、見事なエビ固めです。ビル・アーウィンから1本取りました。
入れ替わり立ち替わりのエビ固めの応戦になりましたけれども、最後見事に入りましたね。今日の滑りはうまかったですね。そうですね、綺麗に決まっています。天竜源一郎再三エビ固めを放ちましたが、最後は自らの体をエビのように自ら曲げまして見事に決めました。ビル・アーウィンから1本取っております。日本チーム先勝でございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は清水市鈴代記念体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。入ります。日本チームが先勝いたしました。ストレート勝ちを密かに狙っております日本チーム、ジャンボ鶴田天竜組、一方後がありませんビル・アーウィン、そしてビル・ロビンソンチームであります。さあ2本目、天竜源一郎の再三にわたりますローリングクラッチホールドの固め方いかがでしたか。最後にですね、はい、一番着実なメキシカンローリングクラッチ、ジャックナイフ固めですね、はい、あれ決めた後にやっぱり天竜の成長を本当感じますね。あ、なるほどね。そうですね、そのまままたビル・アーウィンを思い切って空中高く持ち上げまして叩きつけました。さあロープに放ります。エルボーバットが当たりました。リング上の天竜源一郎、ジャンボ鶴田にビル・アーウィンを渡します。相当ダメージを受けておりますので、ここでもう一気にストレート勝ちを狙ってもいいでしょうね。これはストレート勝ちのチャンスですよね、はい、そうですね。さあ2プラトンの攻撃に出ました。一気に叩きかけます。ジャンボ鶴田天竜のハンサムコンビ、ここで満を持しておりました。ジャンボ鶴田に渡します。さあ鶴田とビル・アーウィンの展開になってまいりました。どうでしょう、再来週の放送ではこのジャンボ鶴田がですね、ブロディとのシングルマッチが控えているわけなんですけれども、まあまだ誰もこのブロディから P4 を奪ってないわけですが、果たしてジャンボ鶴田が奪うことができるでしょうかね。まあ、ジャンボも今現在非常に好調なんですけどもね、それ以上にやっぱりブロディは好調ですからね。そうですね、まあ、P4 はちょっと難しいかもしれませんね、はい、まずは来週の PWF ヘビー級選手権、なんとしてもこの日本のリング上で1回でもいいからピンフォールを奪ってほしいというのが私どもの願いなんですけれども、ジャイアント馬場選手でしたら可能性は十分にあるでしょう。そうですね、まあ、もうこれに期待するしかないですね。そうですね。さあここでまたビル・ロビンソンが登場してまいりました。さあ来週の放送ではこのビル・ロビンソンはタイガー・トグシとやります。さあ何を持っていくか、あジャンピングニーパッド、このかわし方うまい、ドロップキック、ジャンピングニーパッドが失敗に終わりましたが、返り球華麗なフットワークを降りしまして見事にドロップキックを打ちました。いわゆるロープでターンをして打つわけですからね、難しいですよね。それとですね、最近のジャンボのドロップキック見てますとね、胸板でなくて頭を完全に狙ってますよね。これかなやっぱり有効打になりますね。そうですね、受ける方としてはどっちがダメージが大きいですか。これはやっぱり頭でしょうね。頭、なるほどね。ジャンボ鶴田もそれを考えてるのかもしれません。ショルダータックル見事に決まりまして、転がり落ちるように場外に落ち込みました。ジャンボ鶴田です。2本目の勝負、60分の3本勝負タッグマッチ、鶴田とそしてビル・ロビンソンがやり合っています。ビル・ロビンソンは元 UN チャンピオン、そして PWF チャンピオンであります。それから武井さんね、すでにもう次期シリーズのレスラーの名前が発表になったんですけれども、キラー・トウ・アカマタ、リック・マードック、それからドス・カラス、カリプス・ハリケン、ドクトル・ワグナー、リック・マーテル、ジョニー・バリアント、ラリー・バリアント、いわゆるバリアントブラザーズ、こういった非常に多い外人選手が次期シリーズやってまいりますね。それもですね、よりによって本当に生きのいい連中ばっかり集めてますね、はい、一番まあ注目しなくてはなりませんのはキラー・トウ・アカマタですね。これはまあ3月にはチャンピオンカニムがありますので、ディフェンディングチャンピオンのアブドラゾ・ブッチャーの指名を受けて、指令を受けて来日するんじゃないですかね。まあ、当然それに狙いが PWF の奪回でしょうしね、はい、それがやっぱり一番台風の目ですね。そうですね。それからディック・マードックも NWA の次期世界チャンピオンと言われたから非常に長いですね。まあ、ディック・マードックの場合はですね、はい、今回おそらく UN ですね、ジャンボ・ツルタの、うん、この辺りを狙っていくんではないかと思いますね。さあそれからドス・カラスですけれども、あの79年世界最強タッグ決定リーグ戦の経験を生かしてですね、思う存分今度は暴れまくるんじゃないですか。しかも今回から日本側ということですからね、これは非常にまたフレッシュなですね、面白いカードが多く見ないんじゃないですかね。なるほどね。それからもう一人メキシコのマスクマンレスラー、ドクトル・ワグナーがいますね。これはですね、ドスカラス
スとは非常にライバル関係にあってですね、はい、もう向こうでもそのトップクラスのそのラップファイターですからね、うん、これまたちょっとメキシコの味がですねドスカラスとの絡みで見られるんじゃないかと思いますね。なるほどね。あとまあバリアントブラザーズ、これはまあタッグチームなんですけれども、狙いはあるいはインタータッグかもしれませんね。これはやっぱりトップクラスのタッグチームですからね、はい、あの実績から言ってもインタータッグ挑戦はこれ十分考えられますね。なるほど。次期シリーズのまあ簡単な展望でしたけれども、どうぞご期待をいただきたいと思います。さて2本目の勝負、天竜がビル・ロビンソンの胸を借りています。なんとか天竜もこのビル・ロビンソンから1本ピーフォール取りたいでしょうね。これちょっと本当に今年成績いいですけどね、相当自信にもつながります。80年代の天竜源一郎です。体を入れ替えました。ビル・ロビンソンの左の腕付け根のあたりをがっちりと固定しています。アームロックに取りました。そして余っている右手で思い切って逆水平だ。あ、素晴らしいディフェンス、うまいですね。そしてスックと身を翻してワンハンドバックブリーカー、独特ワンハンドバックブリーカー、さあ生き返るか。天竜かろうじて助かりました。ジャンボ鶴田のコーポローです。鮮やかなワンハンドバックブリーカー、いわゆるあのハリーレースの見せるベンジラムバックブリーカーと一味違いますね。違いますね。まさにビシッと決まりますね、ビシッと決まりますね。さあ逆さにされました。力のありますビル・アーウィンの攻撃であります。大きくロープに飛んで大きな足が膵臓のあたりを捉えました。またしてもピンチに立たされました天竜源一郎。ここで踏ん張って頑張らなくてはいけません。さあブレンバスターだ、あーっと思い切っていきました。ブレンバスタービル・アーウィンがホールの体勢、ガーッとカウント3、大技一発でとうとう立ち上がることはできません。天竜源一郎です。ビル・アーウィン大いに見せ場を作りました。あのブレンバスターは体が大きいだけに落差もありましたからね。ちょうど後ろにのけぞるような形で持っていきますからね、はい、これやっぱかなり威力あるんじゃないですかね。そうですね。なんとしてもいわゆる一方的に攻められながらその隙をついて返す技、この辺りを見せてほしかった天竜でありますけれども、一方的に2本目攻められてしまいました。結局スコアの方は1対1のタイスコアになっています。ちょっと苦しそうな表情の天竜源一郎、今ご覧いただいておりますのはビル・アーウィンであります。まあ、フロリダが主戦場なんですけれども、フロリダタッグ選手権に何度も挑戦しておりますこのビル・アーウィン、まあ、帰国すれば再びですね、フロリダ遠征に入ると思いますけれども、今すでにもう高千穂選手あたりが去年の暮れから行っている。それから天竜源一郎も本格的に決定すればフロリダ行き、高千穂天竜対このビル・アーウィンの一戦もフロリダのリング上であるいは考えられますね。これはもう十分に考えられますね。十分に考えられますね。さあそのためにも日本のリング上で一矢報いなければなりません。天竜であります。フロリダ南部の若獅子ビル・アーウィンとの一騎打ち、一本取られました。あ、すかさず狙ってまいります。ここでビル・ロビンソンに渡します。一気火災に攻め込んでまいりますか。いわゆるこの仕掛けの名人と言われておりますこのビル・ロビンソン、どういう技を見せますか。バックの攻撃、思い切ってエルボーバットを背骨のあたりに命中させました。もう一回背中を向けてはいけませんね。これはですねロビンソン相手にする場合にはもう完全正面から向かうべきですね。正面から向かなきゃいけませんね。今度はなんだ、サイドスープレックスだ。さあ危なくなってまいりました。天竜生き返ることができるか。さあ人間風車の元祖ビル・ロビンソン、ダブルアームスープレックスいった、畳みかけます。スープレックスを2連発、サイドスープレックス、そして人間風車ダブルアームスープレックスを見せましたビル・ロビンソンです。貫禄があります。ここで若手のビル・アーウィンにつなぎました。スープレックス合戦も非常に見応えがありました。どうしてもこう背中を見せてしまうシーンが多いようです。天竜前を向けというふうに今ジャンボ鶴田あたりが気合を入れました。あっとまたしても背中への攻撃、思い切って拳打ち、これは反則です。ドラップキックショートレンジやります。天竜もやります。根性があります。さあここでジャンボ鶴田が登場してまいりました。思い切ってニュートラルコーナーの方にビル・アーウィンを持っていきました。ここは見せ場を作らなきゃいけませんね。竹内さん、これもちょっとあの天竜選手あのダメージが深いですからね、はい、鶴田一人で勝負しなきゃなんですね。そうですね。おお、パイルドライバー、パイルドライバー、ノーテン食い打ち。さあチャンスをつかむか。そのままカバーの体勢だがビル・ロビンソンも入ってまいります。さあ何を持っていくか。コブラツイスト、コブラツイストに持っていきました。ジャンボ鶴田です。
昨年のハワイ、2月のハワイでニック・ボックインクルを散々痛めつけました。このコブラツイスト以来よく使います。ジャンボ鶴田です。鶴田がロープを背にしています。大きく飛ばされました。あーっとキッチンシンク胃袋蹴りであります。ビル・アーウィンも必死、しかしちょっと口を開いています。息が苦しいようだ。おっと足を掴んだ、足を掴んだ、そのまま逆にエビ固めに持っていく。決まるか。決まりました。うまい。見事に相手の足を見ておりまして、そのまま体ごとかぶりつきました。そしてエビ固めで決めました。2対1でジャンボ鶴田天竜組が勝負をもぎ取りました。いい試合でしたね。しかし最後ですね、やはり同じ攻撃を2度仕掛けたのはビル・アーウィンの甘さですね。あ、そうですね、一段上といったような感じがいたします、ジャンボ鶴田。しかし、まあ、ビル・ロビンソンはとうとう1本もピンフォール奪われませんでしたよね。相変わらず強いですね。本当に強いですね。ジャンボ鶴田とはもう過去何度も対戦しているんですけれども、どうしても引き分けというような試合が多いようです。なんとかビル・ロビンソンから今夜は1本取りたいと言っておりましたジャンボ鶴田ですけれども、勝負の方は2対1でジャンボ鶴田天竜組が勝利を収めたわけでございます。ジャンボ鶴田が今控室の方に戻ろうとしておりますが、来週のカードをご案内しておきましょう。来週は諏訪湖スポーツセンターより PWF ヘビー級選手権、馬場対ブルーザーの一騎打ち、ブルーザーブロディの一騎打ち、鶴田戸口組対ロビンソンマントル組の試合をお送りしてまいります。今夜はこの辺でお別れしたいと思います。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも。全国のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さようなら。Thank you.